ビジャオの葉で焼いたアレパを売るバランキアの屋台アレパは、すりつぶしたトウモロコシから作る伝統的な薄焼きパンで、コロンビアやベネズエラを中心に様々な国で食べられている。チーズやクワハダ、肉、アボカドなどを添えたり、分割してサンドイッチにするなど様々な食べ方がある。サイズ、トウモロコシの種類、加える材料によって調理法が異なる。メキシコのゴルディータ。 エルサルバドルのププサ、エクアドルやパナマのトルティーヤなどに似ている。アレパは、現在のコロンビア、ベネズエラ、パナマに相当する地域で作られていたさきコロンブス期以前の料理である。この地域の遺跡からは、アレパに使うトウモロコシをすりつぶすための器具や、アレパを調理するための粘土板が多く発見されている。アレパが、初めて調理された国は特定されていないが、 コロンビアとベネズエラではトウモロコシの存在を示す最古の年代を定義することができた。例えばコロンビアでトウモロコシの存在が初めて記録されたのは約3000年前であり、ベネズエラでは約2800年前と推定されている。アレパはその歴史の中でさっきコロンブスキ以前の先住民が食べていたアレパとほとんど変わらず、 植民地化されてからも人気を保っている数少ないヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化以前の伝統料理の一つである。アレパという名前はクマナゴト語でコーンブレッドを意味するエレパに由来すると言われている。アレパはトウモロコシをひいた薄焼きパンのようなもので焼いたり揚げたり茹でたり蒸したりなど様々な食べ方で食べられる。その特徴は色、味、 大きさ、中に詰める、食材、地域によって異なり、シンプルなアレパは、バターやチーズを詰めて焼いたものである。食事に応じて、豆、肉、アボカド、卵、トマト、サラダ、エビ、魚などの食材を組み合わせてトッピングしたり、詰めたりする。粉に、水と塩、お好みで、油、バター、卵、牛乳などを加え、混ぜる。粉はすでに調理されているため、 簡単に生地になる。練って成形した後、揚げたり焼いたりして食べる。アレパの中には、ニシュタマリゼーションで皮を剥いたトウモロコシを使ったものがあり、これは、アレパペラーダと呼ばれる。アレパの粉は、アレパを、はじめ、ヤか、ポジオ、タマル、エンパナーダ、アトーレ、チチャなどトウモロコシの生地を使った料理を作る際に作られる。この粉は、マサレパ、マサでアレパ。 マサールインスタンテ、ハリーナプレコシーダなどと呼ばれる。粉の最も一般的なブランド名には、ベネズエラのハリナパン、ハリナファナ、コロンビアのアレパリナ、その他の地域のゴヤなどがある。チーズが詰め込まれたコロンビアのアレパコロンビアのアトランティコ県、ルルアコのアレパコンウェボ切られたアレパコンウェーボアレパは、コロンビアを代表する食べ物で、 約75種類の調理法がある。コロンビアンアカデミー・オブ・ガストロノミーが行った調査によると、アレパはコロンビアの文化的内産であり、象徴的な国民食と考えられている。2006年、セマナ氏がカラコルテレビジオン、文化大臣などの支援を受けて開催したコンペで、アレパがコロンビアの文化的シンボルに選ばれた。パイサ地方で、アレパは人々にとって、 特に重要で、ツ日のすべての食事に食されることもある。また、アレパをネックレスにし、洋人の首にかけ、賞賛の意を表すこともある。コロンビアでは、保存料を加えた白、または黄色のトウモロコシの生地をあらかじめ成形し、家庭で焼いたり揚げたりできるように包装され、近所の商店やチェーン店のスーパーマーケットなどで販売されている。また、 加工されたトウモロコシの粉の形でも販売されており、これは調理前に水を加える必要がある。また、アレパは、露店やカフェテリアなどでも販売されており、パイサ地方のレストランでは、卵や肉、チーズなどを詰めた独特なアレパなど、様々なアレパが提供されている。カリブ海に住むコロンビア人の中で、アレパコンウエボと呼ばれる。 調理されたアレパの中に生卵を詰めて揚げた朝食がよく食べられている。ボゴタ、メデジン、サンティアゴデカリ、バランキージャ、ブカラ漫画の主要ご都市で8月から12月の間にプログラムカレンダーに従ってアレパ祭りが開催されている。アレパはベネズエラ料理の象徴であり、ベネズエラで今も親しまれている先コロンブスキ以前の代表的な食べ物の一つである。 2015年に行われたベネズエラ国民を対象とした調査によると国民の約70%がアレパを日常的に食べていた。ベネズエラの人々はおやつとしてあるいは食事の脇役として毎日アレパを食べるのが一般的でアレパがほとんどどこにでもあるような文化が形成されている。アレパはベネズエラ人の食生活の要であり2015年の 食糧難以前には、アレパの材料であるトウモロコシの粉が、ベネズエラ人一人当たり平均年間約30キロ、消費されていたと言われている。ベネズエラのアレパは、牛肉やアボカド、チーズなど、多種多様な具が入っているのが、一般的で、売られている場所や手に入る材料によって、大きく異なる。アンデス地方では、アレパを作る際、コーンミールではなく、主に小麦粉が使用される。 このアレパは一般的におやつとしてあるいは重い食事のお供として食べられる。ボリビアのアレパはトウモロコシから作られる。アレパには様々な調理法があるがコトカで親しまれている調理法が最も伝統的なものの一つとされている。アレパにはクルセーニアやアンディーナなどいくつかのバリエーションがある。ありがとうございます。